2018年度慶応義塾大学経済学部英語長文過去問を解説したいと思います私の解説動画は英単語英文本知識に自信がない方や知識はあるんだけれども英語長文の特定に結びつかない方向けに解説を作成してますので一緒に勉強していきましょう過去問解説始める前に英語長文読解で抑えるべき3つのポイントについて解説します一つ目が英文を読まない考える二つ目が作者問題作成者の意図を汲み取る三つ目が英文は抽象から具体に進むということです この3つのポイントを押さえて英語長文を取り組むとどんなメリットがあるかというと時短でコスパイク回答できることや正答率が向上するそれからそもそも英語を読まないので英単語、英文法の知識があまりない方でも英語長文で得点することができます ポイント1つ目、英文は読まない、考えるですが、まあ、皆さん、ね、英文は読むものだろうという認識があると思うんですけれども、英文読んでいると難しい英単語とか難しい表現に出くわして、そこで考え込んでしまって、時間がかかって時間切れという経験ありますよね。なので、考えましょうということです。考えるというのは、因果関係とか対比関係を用いて、英語長文本文の話の展開を類推することを考えるというふうに言っています。 2つ目が作者問題作成者の意図を汲み取る英文読んでるとバットとかハイバーとか逆説の後って作者の主張が来やすいですよねそういう作者の主張になっている部分が説問になりやすいんですよねなので作者問題作成者の意図主張を汲み取ることが正答率の向上につながります 3つ目、英文は中小から具体に進む第一段落の1文目って結構英単語が難しかったり表現の抽象度が高くて分からないこと多いですよねで最初から分からないので不安になってしまって不安になりながら英文読み進めるみたいなことあると思うんですけれども英文というのは同じ話が具体的に繰り返されているだけなんですね なので同じ段落で言えば後半の方が英文が具体的になっていて理解しやすいとでそこを理解することができれば同じ話が繰り返されているだけですからその段落全体を理解できたということになりますよねそういう英文の構造というのも一緒に確認していきましょう 攻略手順ですが、もちろんさっきのポイント3つを意識してもらいながら、英文は読みませんので、単語をピックアップしていきながらメインテーマーを掴んでいきます。で、ここで言ってる単語っていうのは別に難しい単語である必要はなくて、皆さんの知ってるレベルの単語で十分かなというふうに思います。それから話の展開を類推すると。で、類推した話の内容が正しいかどうかを確認する。これがステップ3になります。なので、まずメインテーマーを掴むと。で、メインテーマーが掴めたら後は類推確認ですね。ステップ2、ステップ3、これの繰り返しによって英語長文全体を理解していくという流れになります。私の解説動画もこの攻略手順に基づいて解説を行っていきます。 では、英語長文ホームの方を見ていきますが、さっきも言ったように英文は読みませんので単語をピックアップしていきます。でピックアップすべき単語というのは私マーキングしてますので、お手元に過去問がある方は同じ場所をマーキングするようにしてください。逆に言うと、マーキングしていない黒文字の英単語というのは、英単語の意味がわからなくても問題ないと思います。ここは私も読み流す、見流す程度でやっていくので、あくまでもマーキングしている単語、ここを見て、 メインテーマを使う、それから話の展開の類推確認、ステップ1からステップ3をやっていきましょうということになります。はいではね見ていきますが、マーキングね、特に新しい情報とか、あとは作者の主張、名詞、こういうところでマーキングしていってもらいたいですね。はいで最初見ていくと、はい、アルコール is a major killer と、はい、アルコールっていうのが、 えーまあ、人を殺すみたいな、ねえー、ことを言っています。で、our o x p r e s s i o n denial about it、ね、アルコールについて否定的な考え方を政治家というのは示していると。つまり、これ、アルコールに対して反対派ですよね。で、あの慶応義塾の経済学部の質問、英語長文の問題というのは、問題1から問題3までが 一貫してますよね同じテーマで描かれてますよね。でえー、なので、私もねあの、慶応の経済、問題1、質問1に関して、解説動画開けてますので、先にね、そっち見ていただいてから、こっちの動画見ていただくのがいいのかなというふうに思います。で、えー、問題1の方でしたけれども、どういう話だったかというと、まあ、解説動画、ね、とか自分で解いている方は分かっていると思いますけれども、アルコールに対して賛成だったんですよね、問題1に関しては。 つまり、今ね、アルコールっていうのが、二十歳まあ未成年、二十歳未満かな、未成年は、アルコールがまあ飲めませんよ。でもそれを問題1では変えるべきだと、18歳とかでもアルコール飲めるようにするべきだとこういうのが問題1の作者の主張でしたよね。だから今の法律を変えるべきだと、アルコール18歳でも飲めるべきだとこういうのがえ問題1でしたけれども、今度問題2に関しては これは 反対派ですね。これ、慶応の経済の問題でよくあるパターンですね。はい。問題1が賛成で反対、問題2が反対みたいなね、えー。その逆もありきですけれども、ね。えー、こういう両者の、賛成反対の両者の意見が出てくるっていうのは、慶応の経済でよくあるパターンですと。で、今回は問題1が賛成で、問題2が反対ですよと。というこういとですまずここをちゃんと押さえておいてくださいということです。だから、この問題2に関しては、アルコールに対して反対なんだと。だから、現行の法律を変えるっていうことに対して 反対なんだということですね。はい、そこをちゃんと作者の主張これポイントにですね、押さえておいてくださいということです。で、次見ていきましょう。で、まあ反対なんで、はい、エクセセフアクロをね、アルコールを過度に取るということは、はい、1 in 10 deaths、ね、10人に1人の death につながっている。 と言,ってこと言ってますね。はい。死因の、ま、あ十人に1人の死因は、なんかアルコール飲みすぎだと、こういうことですね。で、さらにマイナスが続いてますね。はい。ショッティングピーパーズレベルデュートインクレイスデージェズですね。病気のリスクも上がりますよと。それに、はい。バイオレンスとか言ってますね。はい。暴力とかね。お酒の飲みすぎで喧嘩とかね。はい。暴力につながったりしますよと、こういうことです。で、はい。はい、to argue that the laws need change. はい。RALS ね。法律を変えるっていうことは、どうなんですか いいことなんですか悪いことなんですかここステップ2ですね。話のの展開の類推です。今回はだって反対なんですよね。ってことは法律変えちゃいけないですよということですよね。法律変わっちゃったらだって18歳とかでも飲めるようになっちゃうんで、それじゃだめですよと。 こういうことをこ,こで言いたいです、はい。アブサード。やっぱりなポイント3ですね。ここで確認することができるとういうことです。で、11番の質問でもこれは、ね、解けると思います。はい、パラグラフの1で言われてたことは何ですかということですけども、11番これ、1番ですね、選択肢。はい、アルコロニールのニュー,トリー,バー,ンサービスを remain accompanied b ね。禁止されたままにするべきだということですよね。はい。だから現状の法律のままで行くべきだということです。で、第2段落いきましょう。 アルコール、ね、飲める年齢を下げるっていうことで賛成でしたね。はい、賛成の人っていうのは、はい、issue of avoidance、ね。えー、なんか問題のことを言ってますね、はい。問題をなんか上げてるみたいなことを言ってます。で、えー、と見ていくと、その issue of avoidance、何言ってるかわからないかもしれないですけど、これは。 ポイント3ですよね。英文は抽象から具体に同じ話の繰り返しですから、この issue of avoidance も具体化されてきますよ。はい。そこ見ていけばいいですね。されてますね。はい。Already drink in large numbers ね。もうすでに多くの人がお酒飲んでるじゃん。これ問題1のところで出てましたよね。問題1解いてる方はこれ思い出してくださいね。ありましたよね。つまりもうね、普通に18歳とか19歳からもう酒飲んでんだから、ね、その20歳、 までね酒飲んじゃいけないよっていう法律がそもそももう機能してないんですよ。現状の法律が機能してないんだから、もう今の法律あったって意味ないでしょ。だから法律変えるべきだと。18歳からお酒飲めるようするべきだっていうのが賛成派の意見でしたよね。ここでそれちゃんと問題一の思い出してくださいね。でもそれに対して当然反対なんですよね。はい。反対してました Rewriting the rules w i l simply reflect reality.Rewriting、ね、the rule っていいですよね、これはね。 法律を変えることですよね。つまり18歳、20歳じゃなくて18歳からお酒飲めるようにすることっていうのが、ただ単に現実を反映してるだけじゃないかって、これ否定してるわけですよ。意味ないですよねってことを言いたいわけですよ。つまり今18歳から、例えばじゃあお酒飲んでたからとしていって、じゃあ18歳から飲んでいいですよって、それただに現実に法律を合わせてるだけの話で、それ何の意味もないじゃんっていう。その法律を変えることの意味ってないじゃんっていう。 ことですよ。それを言ってるわけですね。だから法律変えるなって言ってるんですよね。はい。で、さらに次ありますね。だからこういうのが issue of avoidance なんですよ。<laughs> 具体化されてるんですよということです。はい。で、さらにしかし、はい、しかしがありますよ。こういうところに作者の主張が来るんで読み流しちゃダメですということです。ちゃんと見ていきましょう。はい、that is quite a different i n g from saving that not written loud should exist at all. ね。No written loud って言ってるんで、これは。 法律がもうなくなってるってことですよね。つまり、20歳からしかお酒飲んじゃいけないですよって法律がない。だって、n o w r i t t e n l a w should existed at、all. 全くなくなったっていうのとは、全然、ディファ e for わけが違うってことを言ってますね。どういうことなんだろうっていうことですよ。よくわからない。だからまたこれ、ポイント3ですよ。英文は抽象外力課に同じ話の繰り返しなんです。で、12番の説問があって、ここもわ、ね、からないですよね。はい、そうすると。で、 ただ、この具体化されてくるんで、バッとまた来たんで、その後見ていけばいいんじゃないですかはい、The vast majority do not, and many would be killers, u l t i m a t e キ y killer だから、まあ、殺人鬼ってことですね。殺人鬼は u l t i m a t e do nothing. 殺人しないと。なぜ殺人しないかというと、はい、out of fear of the legal c、ね、法律があるからですよ。法律に恐れるから、フェア、恐れるから。つまり、当然人殺したら、ね、刑罰に処されるっていう、その刑罰に処されるっていう、フェア、 恐怖心があるから人を殺人鬼が殺さないわけですよ。これがつまり、in the case of the youth drinking, it is similar. 同じこと、殺人鬼と同じことだって言ってますね。アルコール飲むことも。はい、つまり、アルコールを、つまり、18歳でも、あ18歳じゃない、20歳からしか飲んじゃいけないですよって、法律があるから飲まない人だっているわけでしょう。飲まない18歳、19歳の人だっているわけですよ。 ね、そういうだから、法律は置いといた方がいいっていうことを、これ、最終的には言いたいわけですね。はい。ここで分かったじゃないですか。ね。だから、法律があるとないとでは違います d i f f e r e n c i n g from saying that n o w r e t u r n r u s should exist. あと,と,エーーとした後ね、法律があるのとないのとじゃ全然大きな違いですよって言ってたの、まさに具体化されてるじゃないですか。だから、d i f f e r e n c i n g のところで分かんなかったとしても、ここでちゃんと後半で具体化されてるところをちゃんと見ていけばいいじゃないですかという、これがまさにポイント3、私が言ってたことなんですよね。はい、ということです。 でえー、さらに最後ね、ト u t といわれてることは、but many firms might otherwise <laughs> not bother to become ね。だからアルコール中毒とかね、アルコール中毒とかにならなくていい人までなる、ね、法律をね、えー、取っ払って。 えー、法律変えて、ねえー、アルコール中毒にならないいい人までアルコール中毒にさせる必要ないじゃないかと、こういうことをこれ言ってるわけです。だから法律あった方がいいっていことですよ、ね。結局同じことです。ずっと作者の人は法律があった方がいいと。20歳以上しか飲めないって法律があった方がいいと。ずっとそれを同じことを言ってるだけです。いろんな視点からねそれ言ってるだけです。はい、12番見ていくと。 説問ですけれども、今のこの具体化された12番以降のところで具体化されていた話が分かれば、分かりますよね、これ。同じ話ですよ。12番以降具体化された話と。英文は抽象から具体に同じ話の繰り返しなんで。なので、12番は何かというと、これは3番ですね。ル u ル e s are there to make people think twice. 二度考えされる。二度考えさせるってことですよ。つまり、殺人鬼もそうでしたよね。人を殺そうって思っても、要は法律があるから。人を殺したら当然、 ね、刑罰に処されるからもう一回そこで立ち止まるわけですよ。これ人を殺しちゃったら自分死刑になるぞ無期懲役になるぞ二度考えさせるわけですよ。アルコールもシミラー同じですよねって話ですよね。はい。だからこれ3番が正解ですということです。ちゃんと12番以降の具体化された内容をちゃんと頭で考えて理解しておけばこの12番、ね、同じ話の繰り返しなんだから選ぶことができるということです。 はい、で第三段ろと言いましょう。はい、t h o s w h i s h the last of remain u n c h a n ね、u n c h a n ね、変えないままね、not against えっとリクレーションね。だからこれ作者ですよね、u n c h a n ね、変えないでいるこの問題二の方ですね。問題二の作者。 の考ええ方ですね変えないね、えー、っていうのは別にレクリエーションをなんか潰そうというわけじゃないと、ね、なんか楽しむことをやめましょう、そういうことを言ってるわけじゃないんだと。Mindful of Public Safety、ね、むしろそう公共の安全っていうのを守りたいと思っているということを言ってますね。ます、あ。なんとなくでもわかりますよね、公共の安全とかね、お酒飲むと、まあ、さっきも出てきたバイオレンスが、ね、出てきてましたけど、暴力とかあったりするからねはい えーということです。で、えー、さらに見ていくと、はい、ステップバイステッププロセスね。becoming adult is step by step. ね、大人には、まあ、こう段階があってね、成長していくとういうことを言ってますね。はい。で、unjust when the young are finally wise enough to be treated as young adults ね。まあ、大人としてね、扱うにして十分な知識があったとしても、notice よね。notice time to give them free access to drink bar. ね。えー、アルコールにね、アクセス。 できるようにするべきじゃないって言ってますね。はい。だから、すごく慎重にすべきだと。まあ、作者の主張はそうですよね。さらに13番の質問があって、はい。Too quickly lost と言ってます。で、その次です。はい。ね、ドリンクすることによって、ドリンキング by the gang raised to accident i n j u r ですね。こういうふうな、ね、まさにパブリックセーフティを害するようなことがお酒飲むと起こるでしょということを言ってますね。 だから慎重にね、ということですよね。大人になった。まあ、ある程度大人になったからって言ってアルコール飲んでいいですよっていうのはちょっと違うよね、と。 で、many others are often affected.、ねえーまあ、その自分がね、まだね、怪我するとかならいいですけど、他の人が迷惑かかることだってありますよね。飲酒運転とかでね、えー、他の車を引いちゃったりとか、ぶつかっちゃったりとか、あるわけじゃないですか。ありましたよね、そういう事件ね。はい、だからそういうことがあるんで、やめましょうとで。パブリックセーフティを守りましょう。でこれずっと mindful of public safety をずっと具体化してるだけの文になります。はい、13番見ていきましょう。 13番、どれが入るかというと、これは、これは大人になるためには、ステップバイステップ、着実にって言ってましたよね。だからこれ、4番です。レイセントリーです。はい。直近で、つまり、少し少し着実に知恵を身にすウィズダムを身につけていくわけでしょう。だから、一気に身につけちゃだめなわけです。一気に身につけたものっていうのは、はい。アクアで、i s all too quick to last ね。すぐに失われてしまう。だから、一歩一歩着実に、 知恵をつけて大人になっていきましょうねっていうことをこれ言ってるわけですね。はい。で、次の段落いきましょう。in fact, that our,、uh, our opponent's c r a m the statistics. ね。これもピンときますよね。問題の1の方、ね、ちゃんと英語長文やってる方は。ね。我々の反対者ってことは アルコール18歳から飲ませてもいいんじゃない法律変えようっていう人の意見ですよね、ここね。はい、そこはちゃんと考えてくださいね、オポーネンちゃんで。じゃあ、スタディックスに統計を持ってきてると。そうですよ、問題1で統計持ってきてましたよね。どういう統計でしたっけつまり、ね、カナダの例が出てましたよね。カナダは18歳からお酒飲んでいいってなっているんだけれども、じゃあ交通事故の数ってどうだったかっていうと、別に、 で18歳から飲めるからって言って、なんか交通事故死がすごく増えていたとかいうことはなかった。全年代で減っていた。だから別に18歳から飲ませても問題ないんじゃないっていうのが統計として出てましたよね。これをちゃんと思い出してくださいね。この時点で、t h タジ s テ t a t i s t i c s で、あ、統計でした。あ、問題児例できたなって思い出さなきゃダメなんですよ。はい、で、えー、で14番の説明、説問があって、はい。A younger drink age vs death and age ね。えーまあ ただ若い頃から飲むことに対してだけれども贈答とかねだけれども若い頃から飲むとね えー、死とかね、怪我につながるっていう、明確なエビデンスがあるんですよってこれ14番言ってるわけですよね。はい。で、それがじゃあ何なのか、エビデンスって何なのかっていうことがこれから具体化されてくるわけですよね。はい、driving is dangerous activity in any society. ね。えっ、ー、と、older people who use car for workshopping and other serious purposes ね。まあ、older people ね、年寄りねっていうのは、 まあ車運転するけど、それは明確な目的があるわけですね。買い物行ったり仕事したりとかね。明確な目的があるんだけど、まあ、ここ対比が起きてますね。はい若い人たちはどうなのというと。 レギラーレスブサーチャーレスポンビティ。Of of に別になんか目的なくブラブラしてると、ドライブしてるみたいな感じでいですよ。とこういうことを言ってるわけですね。そういう人たちに、じゃあ飲酒を許しちゃったらどうなるのってことですよね。飲酒運転の確率高まるんじゃねっていうことをこれ言ってるわけですよ。別になんかこうね、特に目的ない人に別に許す必要ないですよね。とこういうことですね。危ないですよ。ということをこれ言ってるわけです。 はいで、14番ですけれども、これ何になるかというと、これはこれ、若干文法の問題も、ね、あるかなと思うんですがれ14番、これ1ですね、by which to r i n k アルコールを飲むということと、そのです、インジュアということは結びついてますよねということですね言ってます、はい。で、5番見ていきましょう。あ5番じゃないです。段落の後と、ね、見ていきましょう。n o car accident, the only issue. Car accident、まあ、だけじゃないよねということです。今まで car accident 出,出てきてましたね。はい、第4段落までは。 カーアクシデント。ね。こういうことが起きちゃいます飲酒運転とか起きちゃいますよって話してたんだけど、ここからはカーアクシデントじゃなくて、別のまた問題が出てくるんじゃないかとこういうことですよね。まあ、これは軽く類推してくださいということです。はい。じゃあ別の問題って何なんだろうなと見ていくと、はい。プロマートジェンダーイコール、はい。男女平等ですって。男女平等、つまり、アルコールを飲むことによって、男女平等はどうなるんですかこれは。ステップに類推ですよ。 害されるってことですよね。だから害されるからアルコール飲まない方がいいですよね。18歳から飲ませない方がいいってことですよ。ですよね。だって作者の主張はそうなんだから。ですよ。はい。だからここは作者の主張に合わせてちゃんと類似しないといけない。はい。そういう内容になってるのかなーって見ていくと、でも、でもなんでその男女の平等がア、アルコールにて男女の平等が害されるのか、あんまちょっとよく意味わかんないですよね。意味わかんないですね。だからこういうのも具体化されてくるんで、はい。次見ていけばいいんです。はい。Link between serious drinking problems as sexual as s a u l t を言ってますね。はい、えー、性暴力ですね。つまり、お酒飲むと性暴力につながるということをこれ言ってるわけですね。ああ、なるほどなってことですよね。はい、それはね、えー、なんとなくイメージつきますよね。はい、で、親とかね、先生とかっていうのは。ええー、コンジニアリーオンズン、ネイルフォーリーアンクペーパートゥーベルストに責任を取りなさいみたいなことを言ってると。ああ、だけれども、結局結果としてはどうなるかというと、ね、アンバンテープ、プレグランスね。 望まない妊娠とかね、結局性暴力によって結果として起きてしまう。だからアルコール18歳から飲ませるなってこれ、ずーっと作者の主張は変わらないですよ。ずーっと同じこと言ってます。で、15番の質問ですね、見ていきましょう。これ何になるかというと、えー、これはね、全知識ね、次、オン、15番だとオン来てますから、そうすると、 まあ3番でしょうね。インシストオン、ね。に主張するというのが一番いいでしょうね。はいまあ、これは知ってるか知ってないかだけれども、警報を受けるんだったらインシストオンはね、えー、知ってなきゃまずいんじゃないですかね。という感じですかね。はい。段落の6見ていきましょう。The people who were gain most from any change in the drinking age.、ねえー、っとドリンキングエイジをまあ変化させる。変化する。変更する。つまり18歳から飲めることによってゲ a i n m o 利益を得るのは誰かというと、若い人たちですよね。ということです。まあ 楽しくはなるでしょうね。はいなんかまあ、楽しくはなるっていうか、まあ、そのお酒飲んでる時は楽しい経験をできるでしょうとういうことですね。で We have constantly d e v e l o of e d the body of education. バ、は、リ、い、教育の価値というのが出てきました。これは新しい情報だからマーキングしておきたいですね。今までだってエデュケーションなんていう話ね、教育とかいう話全く出てきてませんでしたから、はいまあ。ただ、ここで出してきたっていうのは何らか作者の意図があるから出してきてるわけですよ。That would be a double standard and a serious mistake ね。間違ってるということを言ってますね。えー、何が間違ってるのかわかんないですね、はい。College education is not about drinking parties ね。 大学っていうのはね、ドリンキングパーティーね、なんかこうね、どんちゃんどんちゃんこう騒ぐ、ね、お酒飲んで騒ぐためにあるわけじゃないですよね、と。大学っていうのは勉強してね、自分をこう改善する、ね、自分をより良いものにしていく、ベターメントね、より良いものにしていくためにあるわけであって、アルコール飲む場所じゃないですよね、と。おいうことですよ。だからそれをダブルスタンダードということでしょうね、言ってるわけですよね。だから あーアルコール飲む場所じゃなくて、あくまでも大学っていうのは、ワンスタンダードですね。勉強するところなんで、自分を磨くところなんだと、ね、いうことです。はい、で、16番の質問ですけれども、ここで何が入ってくるかっていうと、これは、えー、と16番は、ねえー、私たち、私たちってつまり、まあ、大人ですね、私たち大人が、ね、教育の価値について、要は、 まあ教えるわけですよ。プレイチね。教えるわけですよね。しかないですよね。ここ中ね選択肢の中で。はい。ですと、こいうことで。だからこれ4番が正解です。で、第7弾落見ていきましょう。17番に行きましょ質問が。The law is not just the same as changing the、uh, wallpaper on the smartphone.、ね、スマートフォンの壁紙を変えるのと同じ17番は同じじゃない。17番はこれ何が入るかというと、これ簡単ですよね。つまり、スマートフォンの壁紙を変えるのと、 法律を変えるのってことですよ。だって、same as changing って言ってるんだからね。同じことって言ってる、同じことって言ってるんだからね。こう17番が、何言うのかというと、変えるですよ。だから、変えるはどれかというと、まあ、これ、たま単語してるかしてないかかな。17は1ですね。はい、アメアンドインクね。これが正解ですということになります。でも、ね、2、3、4、5。 これ変えるっていう意味はないですから、変更するっていう意味がないですから、2345を削除して1選ぶのがまあ一番いいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、で、その次見ていくか。ニュー・ラーズ、プロバイド、ソーシャル、えっと、モメン e ム、イン・オーダー・エリア、イン・アザ・エリア、ツーね。だから、法律を変えるっていうことは、他の場所も変えてしまうよとういうことを言ってますね。 はい、でさらにそれが具体化されてきますね。18番以降です。1つ変えちゃうと、その他も変わるんじゃないかっていうふうな期待が生まれると、ここちょっと考えてください。具体的に言うとどういう感じですかねつまり、お酒、まあ、ニューラーズ、つまりその18歳でも当然飲めるようにすることをこれ当然言ってますよね。 いいですよね法律を変えるって言ってるんだから、で今、飲酒のお,お話し,してるんだからね、はい、だから18歳から飲めるっていうふうにしちゃうと、他のエリアも18歳からやっていいんじゃない、例えばタバコとかね、18歳からお酒飲めるんだったら、じゃあタバコまで18歳からやっていいんじゃないみたいな話にこれなってくるわけですよ、そうですよね、はい、だからそういうような話になっちゃうから、法律を変えるのを、作者の主張としてはやめましょうってことですよね、はい、になります。 で、その、あとかな、サブスタンスアートです。サポーターズオブレイフリフ,フォームアー to d e v レイ o p this kind of はド、い、ドミノエフェクト。これは、まあ、ドミノエフェクトっていうのは、何のこと言ってますかこれ、同じ話の繰り返しですから。これは何のこと言ってるのかって、これ、既に出てきた内容で言うと、プロバイトソーシャル・モニュメン,タルントル・ h e r areas t o の。ここですよね。はい。 これでもいいと思うんですけど、つまり、ね、一、えー、つ何か変えちゃうと、ドミノのようにまた一つ変えなきゃいけなくなってくると、飲酒を変えちゃうと、タバコも変えなきゃいけなくなってくるみたいねはね、い。そういうことをこれ言ってるだけですよね。で、but they should be required to do so.、ねえー、で、19番の質問がありますとういうことで、18番から見ていきましょう、はい。バリアを、障壁をどうするんですかこれ。 新しい法律を作る。ニューラウ。新しい法律を作るってことは、障壁を、だって18歳にするんだから、障壁を18歳が飲めるようにすることがニューラウの意味でしょっていうことはさっき確認しましたよね。ってことは、バリアを上げるの下げるの下げますよね。だって年齢下げるんだから。20歳を18歳に下げるんだから。これ、ラーウィング、ね。4番が正解ですね。18番は。はい。これ考えればわかるんですよね。だから、英文っていうのは同じ話の繰り返しなんです。 ね、ニューラウズが、ね、18歳にから飲めるっていうことを言っているんだということが分かれば、あとは同じ話の繰り返しなんだから、18番も当然同じ話が繰り返されているということですね。ポイント3をちゃんと意識していれば、この18番の説問は解けますと。で19番は、これ、ジェネラルモ,ラリ,ティ、ね、モラリティですね。モラルをどうするんですかこれは。モラルをどうするかというと、 これは、まあ、3番かなディスカッシング、ね、モラルについてね、まあ、学生と大人とで、ね、ディスカッシングすることがあ非常に重要だよねとういうことをこれ言っているわけですね。で、えっ、ー、と、まだあの最後ではなく、まださ第8話にありますね。はい見ていくと、はい、プレジャーオブア,、ね、アルコールというのは、ねあのー、楽しいと。 おー確かアルコール飲むことは楽しいかもしれないけど、お酒飲むことは楽しいかもしれないけど、はい、should not take priority over real social concerns. r、ね、e、えーね、現実での心配ごとに勝るものではないよねと、おだから優先すべきものではないよねと、いうことですね。確かにその アルコールに一時的には楽しいかもしれない。でもそれは優先されるべきことではない。もっと優先すべきことがつまりありますよねと。とういうことを言っているわけですね。はい、つまりバランス between social and personal interest、ねえー。社会と自分の楽しみ、ねえー、のちゃんとバランスを取りましょうよということをこれ言っていますね。ねだから、ね、自分が楽しいのは結構だけれども、ね、他人に社会に迷惑かけちゃいけないですよね。 ってことをこれ言いたいわけですよね。さ、は、ら、い、に見てると、はい、advocated of change, change.、ねチ,えー、チェンジってこれ法律を変える人ですよね,、はい、ね。法律を変えたい人たちは理論的に言っているけど、but in reality a few years wait for our young people.、ねえー、まあ現実にねあ、この wait っていうのは何を待たせてるんですか これは飲酒ですよね。飲酒の時期ですよ、ね。飲酒の時期を20歳とかまで、20歳とかまで待たせることっていうのは、むしろね、悪いことじゃなくて、セーブレイブですね。命を守ることにつながるんだよということです。で、many great carriers have been embarked on the during the critical time on c r i s s ね。大学生という時期はね、非常に大事だから、なんなんですかね、さっきも大学第七段落で大学の話出てきてましたけども、エデュケーションね、出てきてましたけど、ね、professional lives might be lost ね、えー。大学時期ね、ちゃんと勉強とかしなかったら、 ねえー、多くの、ね、プロフェッショナル、ね、専門家たちのね失われてしまいますよね。というとですねあのアルコール残米じゃダメですよね、大学ね。っていうことですよ大学時代に、ね、アルコール残米だとログな大人になりませんよと。フレイティー・チューアトウィッチ・エイズ・バリアス・アクティビティ えこう年齢、何歳か飲むかということを簡単に選べるんだけれども、Really make dramatic change, however, ねしかしながら Really make dramatic change、劇的に変わったことってないですよなんで変わらないかというと、はい、existing system ですでに現行の法律というのが、Have usually、uh、more o u g h t experience than o u g h t prejudice 偏見からなるものじゃなくて、ちゃんと経験に基づいて、つまりリアルに基づいて、これ何回もこの段落で現実リアルっていうワードが出てきてますよね。 ね。in reality とか。で、最初のところに real social とかね。はい。real っていう単語が何度も出てきて、何度も出てきているっていうことは非常に重要なんですよ。作者の主張に非常に近いから、これ何度も出てきてるわけですだから現実をちゃんと見ましょう。ね。現実をちゃんと反映した法律を作りましょうよと。ね。理論じゃなくって、ちゃんと現実見ましょうよと。 これ,をこれが第8弾の作者の主張ですね。これがつかめれば20番は選べます。逆にこれがつかめてないと迷い出したりするんですよ、選択肢を。これ20番は3番ですよね。A theoretical arguments are fine, but experience shows that the current lab works.experience ね,ね。まあこれ、いわゆるリアルの言い換えですよね。リアリティとかリアル、現実、ね。現実に基づいたこの経験、ね、理論じゃなくて経験に基づいたものをちゃんと法律として反映しなきゃダメですよね。 これが作者の主張でしたよね。何度も何度も繰り返されるってことは作者の主張なんですよ。ね、これをちゃんとそこを意識していた方は3番で、ね、簡単に選べるというふうに思います。はい、以上になります。えー、と21番まで質問があったんですけれども、えー、となんだっけな発音かなんかの問題でしたかね、はい。なので、まあ、知ってるか知ってないかの問題なんで、えー、そこは皆さんにお任せします。 はい、以上になりますお疲れ様でしたあのもう一度ね、えー、自分だけで、ま、さらな過去問を解けるかどうか確認してみてください。あの勉強というのは、単の思考プロセスを自分のものにするものですので、解説動画と同じ考え方、動き方ができるように、もう一度ね、えー、自分の頭にすり込みをしておいてください。それから、他の大学の過去問に関しても、再生リストの方に大学別にまとめてます。もししよろしければそちらもご覧